団員さんを辞めたいと思ったことありますか？立たないジュンさんの印象はどう？これ頭の中変態だみたいな。私、ね、アカウント NG にしたことあるよ。めちゃくちゃだね。そういうことが聞きたいんですね。いやそう、私は、はい、ニューハーフの女優さん作品でよく拝見 します、うん、はい、ありがとうございます。ニューハーフの女優さんとの絡みで何か特別気にかけてますか？気にかけてるのはお尻を綺麗にしとこうって感じ。僕はあの側も側もするからリバーシブルだから。リバーシブルで合ってる？合ってます。赤スイッチ、あスイッチだからどっちもいけるように、うん、粗相のないように整えときます。綺麗なものも食べますね。そうですね、はい。それと、うん、全ての女優さんは一緒の絡みですか？ニューハーフの女優さんと。いや、やっぱ見せ方は違うよね。うん、そのエロさを表現すること。ニューハーフの人の場合はやっぱりなるべく見せときたいと思う。あ、まあ、せっかくあるから。そうそう。で女の人の場合は、うん、濡れてるか濡れてないかっていうのは、うん、モザイクかかっちゃうと分かんないから音で表現するとかね、うん、言葉ですごい濡れてるよとかっていう風にするしかないし、あとはローションとかね、うん、ゼリーで対応するってこともあるじゃん、うんうんうん、だけどもモザイクが入っててもニューハーフの出るか出ないかは分かるわけよ。あ、いや、いいね、いい答え本当に。だからね、なるべく出しておきたいんだよね、うん、いいね。だからすごい自分のよりもニューハーフのをねすっごい気にするもん。あ、ちょっとしぼんできちゃってるみたいななるとクシクシ、そうそうみたいなね。紳士、はい、ジェントルマン、ジェントルマンなんか、まあね、ジェントルマン好きなだけです。大好き。はい。オッケー。はい、あります。まあ付き合ったこともある。わお、ダメですよ業界的に。まあでもね、事務所、それは事務所の人が連絡してきてね。うん、わお、本当。うちの何々っていう女優がまあもう引退するんだけども。連絡を取りたいって言ってるんだけど、どうですかみたいなことをすごい言ってきて、はい、事務所の人が言うならいいだろうっていう感じで連絡取って、うん、向こうが僕のことをいいと思ってくれてるっていうのは現場で会ってる時にもなんとなく分かってたし、僕もいいと思ってたからそのまんま付き合ったっていうのはあったね。あ、いいですね。あ、うん、でもすごい事務所から来るのは私なんか、うん、わびっくりしちゃうよ。事務所の人が全部の事務所の人と話してるわけじゃないけども、僕が聞いた限りで言うのは、うん、辞めさせちゃうとかね。ああ、それ逆の、ね、そうそうそう。で辞めさせちゃうとか仕事が嫌になっちゃうとか、うん、あの男優としかやりたくないとかってなっちゃうと仕事としてはやっぱテンション下がっちゃってるじゃん、うん、だからそれじゃなければいいよとか、うん、僕じゃないけどもすごくね気難しい女優さんがいたのよ、うん、でもすごく売れてる女優さんだった。その女優さんがあの男優としか本番しませんって言い出したのよ。あー、それきつ。でもまだ仕事もらった？その子すごい。それでこれ僕じゃないよ。あ、オッケー。その僕が、まあ、若手の頃にだからもう20年近く前の話だけども、うんうん、そしたら事務所の人がその男優に頼んで付き合ってくれって言って、それでうちじゃあコントロールできないから、うん、だから付き合ってで、まあ、もし付き合わなくてもいいけど、うんうん、前現場行ってくれと。で、あなたじゃないと本番しないって言ってるから、他の男優だと疑似だって言ってるから、うん、全部あなたがしてくれっていうようなこともあった。ありえない話、すごい。今じゃないけどね、うん、昔はそういうのがあったり、まあまあまあ、そう、あとはこの男優なら生でいいよっていう女優さんも。すごい時代があったのよ。本当にね、スッをしててもその気に入ってる男優だけ生なのよ。それでこっちはゴムみたいなね。めちゃくちゃ。めちゃくちゃだよね。女優さんのリクエストとかリスペクトするけど、あれはめちゃくちゃもう。すごいよ。でも一回だけね、僕も一回だけ絡んでる最中にね、うん、耳元で、うん、ゴム取って、ゴム取ってって言われたことがあって、びっくりしちゃってさ。そうそう、高まるけど、でもそんなこと勝手にしたらさ、めちゃくちゃ怒られるじゃん。ね、事務所の問題になりそう。そうしたら、いや、でこういうふうに首振るわけよ、うん、そしたら女優さんが自分でパッと、それでえぇ、ってやっぱスタッフもみんななるわけよ。でももう女優さんがクッてできちゃって、Oh my
そのまんまゴムなしでのっていうのがあって、で終わった後にもう僕これ自分は何もしてないけど、自分から何もしてないけど、ね、でも怒られんじゃないかなと思ったけど、ね、でもマネージャーさんがまあ現場にいて、うん、あもう彼女がいいっていうならいいですみたいな。あ、OK、よかった、なんかトラブルになるとかなと思ってた。そんなこともあったというね。素敵、ありがとうございます。それすごい、はい、ハプニング。はい、団員さんを辞めたいと思ったことありますか？いやあるよ、やっぱりない時とかね、うん、辛い、だからさっき話した、嫌われたとかね、うんうん、あとはすごいきつく怒られるみたいな人もいるのよ、うん、監督でね、うん、それは僕が初めて人生でちまちした時があって、調子いや、もうすごく僕は男優向いてんだみたいに思ってたけども、うん、初めて会った時の監督がすごい厳しい人で、僕がさ泣いちゃうからずっと言ってたんだよね。そしたらシャカ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 鳴るわけよ、ゴムをつけたまま、だから、でそれが2日撮りで2日間とも全然僕は鳴らなかったのよ。そしたら2日目の最後の最後に、うん、お前さいつ言ってんだよって言ってきてね、うん、あすいませんお前のシャカシャカの音が耳に残って寝れなくなるわって言われた。ちょっと何、面白い、ごめん今笑えるけど、いやいやいや今笑えるけど、多分その時に言いたかった。それで、あ僕男優向いてないんだと思って、男優始めて半年ぐらいでまず1回目に、あ男優やっぱ無理だなって思った。でもまあ入ってる仕事だけはしようと思って、で次の日に行ったらすごい気持ちよくて、やっぱ男優いいなわかるやっぱり向いてるなってそうそうそう思うんです。向いてると思います。はい、はい、監督はね何回かしたことがあって、 あるあいいね、あるんだけど、でもやっぱ監督はするけど、現場監督はするけど編集はしないのよ。オーケー、いやできないのよ。だから本当の意味での監督っていうのはしたことがなくて、うん、まあ男優をやってって監督になる人ってさ、うん、大きく2パターンあって、うん、すごく厳しい人か、自分ができなかったことも他の男優にね求める厳しい監督か、すごく男優の気持ちが分かるから、うん、優しくなっちゃう監督、うん、で僕は多分ねこっちなのよ。こっちの方がいい作品撮れるの。でもねそうするとでそれはできないよねみたいに、やっぱりちょっとさ、ちょっと無理、ちょっと頑張らさなきゃいけないじゃん。あでもこれやりすぎと男性のそうそう泣いちゃったりねその現場に男優が来なくなっちゃったりするんだけども、女優さんも無理しなくていいよみたいな。でも監督でもさ、やっぱりこの絵が欲しいから絶対にこれをやってくれとかね、例えばが辛いって言ってても、いやこれもっと長くやってよって言われたりするでしょ。いやそれスクワットずっと何回も一日中やってたら無理だよって思っても、うん、いやもう一回もうちょっとだけじゅんちゃんみたいにね、うん、でもそれが僕は多分追い込めないから、うんうん、だから監督は向かないんじゃないかなって自分で思ってる、うんうん、だっても自分のこと それぐらい分かってるってすごいと思うよ。なんか何でもやれとかじゃなくて、いやだから嫌な人もいたよ。いるよいるよ、監督ではいますよ。でも私は、ね、監督 NG にしたことあるよ。それなんで名前は言えないだろうけど、いやでもその人見てるかもしれない。その監督が違う、衣装出すじゃん、うん、シーンにこれシーン1、うん、シーン2、うん、シーン4、うん、でそのメイクさんすごいだった、うん、メイクさんなんだっけ、紙みたいな、うん紙ね、付箋ね、 OK 付箋、 OK、うん、付箋をつけて1、2、3、うん、チェックしてるわけだよ ね、うん、でシーン3もうそろそろ終わる時に、うん、その衣装、うん、シーン3の衣装のままに入って、うん、あの監督がいきなり、うん、こら何してるのってなんかみたいな喋り方で、こんな一緒じゃない、もうえもしかしてお前全部間違えたのってメイクさんが、えでもこういう風に伝えたんですけど、言われたんですけど 1,2,3 とか、うん、えもしかしてバケの衣装も間違えた、もうお前とね、なんか物をな殴ったりとか、すごい怖い、あの声の喋り方、でそれあって終わって無事に終わったんですけど、メイクウェイにその監督がメイク室入って、メイクさんに、ね、お前がいっぱいミスしたからやってくれない、なんかなってくれないって、ね、やめてやめてとか
セクハラを、セクハラみたいな。で私めちゃくちゃだね。でしょ。でもまだ撮ってる。この前私のタイムライン、ツイッターのタイムラインにあいつのやつが出てきて、もうまだいるの。だって今の現場、あの今の業界めちゃくちゃ頑張ってるんじゃない？イメージ悪いのにそういう人いらない。なんかもすごいね。いや本当本当嘘じゃない。でイメージにした。もう一番一番嫌な現場だった。で作品もあんまり売れてない。だ売れないでしょ、現場の雰囲気がそういうままだったら売れない、まあね、でもきっとその人は、うん、メイクさんが衣装を間違えたからだみたいな他の人のせいにしてそうだよね。言ってるでしょ。いやでもそのメイクさんすごい真面目、何回お会いしたことある。かわいそうだよ ね。で間違えてもなんで監督気づいてない、あんなに大事だったら。そうだよね。でパケの衣装ちゃんと確認しろ。そうだね。バカ野郎。はい、はい、これ一番恥ずかしい質問なんですけど、うん、ジュンさんとの撮影秘話を何か教えてください。印象に残ってんのはなければいいけど、ジュンちゃんとの絡みはなかったのよ。望月彩香ちゃんって、うんうん、人が僕の絡む相手で、ジュンラブジュイちゃんのテクニックを20分我慢できたら賞金みたいなね。あ、その作品良かった。初め企画っていうところの、それで、じゅんちゃんは素人の男優とだけのシーンなんだよね。うん、その素人の男優の彼女役で、まあ、役って言っちゃうといけないけど、まあ、望月彩香ちゃんがね、いて、旦那さんなり彼氏なりがミスをしたから罰ゲームで、あなたは男優とセックスしなきゃいけないよっていうシリーズで、で、望月彩香ちゃんって、ね、インタビューでもいいですけど、ね、モンスターでしょ。普通は女優さんとか、その彼女役やら奥さん役は、嫌です、嫌ですって言うんだけど、やりたいやりたいやりたいってなっちゃったのよ。それで監督に頼んだでしょ。そうで、それで普通ね、あのシリーズはメインの女優さんはいなくなるのよ。ああ、うん、でもね、じゅんちゃんは結構その場にいたでしょ。いやでも来る、そのままで来ると思ってなかった。そうそうそう、歩きバックなんていう、その体勢。そうそう、うん、バックしながらね歩いていく。入ってきたお前たち。でそれでこれね、男優あるあるなんだけど、うん、自分が絡んじゃいけない女優がいる時ほどその女優と何かしたいのよ。だからあの時が一番はあって、望月彩香ちゃんとしてんだよ、うん、してんだけども、目の前に、うん、だってさ、もう半裸の人がいるわけよ。でも今日はこの人とはしちゃいけないよって言われるとお預けを食らってるからこそしたい。だからその後にじゅんちゃんと会えた時には、今日はやるぞみたいな、そんな気分でした。嬉しい、はい、嬉しい、はい。最後になるんですけど、これも恥ずかしい質問なんですけど、じゅん、はい、さんの印象はどうと思っていますか？青前と会った後の印象は何か違いありましたか？外国の金髪の女優さんがすごく流行っている時期があったよね。じゅんちゃんのデビュー当初とかで、それでその中で僕が初めてじゅんちゃんと会った時に、うん、もう完全に外人だと思ってたね。 OK、 うん、だけども話してみると日本語ペラペラでしょ。感性は外国人なのかなと思ったけど、してみるともうエロい日本人と変わんないみたいなね。で話を聞いてったら、日本のオタク文化が好きだとかね、コスプレをしてるとか、あ、これ頭の中変態だみたいな。だから見た目の金髪と中身の日本人の変態性のハイブリッドです。大和魂入ってます。そうですね。ラッキー、はい、光栄です。いやだからじゅんちゃんの時は高まるよね。もう嬉しいよ、ありがとうございます。うん、恥ずかしい質問ですけど。じゃあ今日これから。違いますよ。はい。チャラいだね、はい、チャラい。いやね、はい、皆さんたくさんの質問、はい、ありがとうございます。どうでしたか、ファンがね。そういうことが聞きたいんですね。いやそう、私からの質問じゃない、自分についての質問絶対聞かないから、ね、ちょっと恥ずかしいけど、はい、はい、で森くんのチャンネルにも、うん、私が出演するので、うん、ぜひチェックしてください、はい、森くんありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、この動画をご覧いただきありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。